皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。スーパーマリオブラザーズ Wii、 ここ続きからやっていきます。今回はこのルドヴィックを倒すところかな。うわ出たよ、このちょっと苦手な感じ。あ待って、あーよかったよかった、降りてきてくれるのね。うわなんかさ、ここ10年ぐらい前にやった時もすんげー苦戦したところだったような気がする。このちょっとバランスを取りつついかなきゃいけない感じ。おしいね、キノコだ。よしよし、キラーもいると。なるほどね。ここはもうコインにかまってる場合じゃないのよ。あキーンって言って方向転換。いやほら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 、方向をね変えるんだね。おいいね、ファイアフラワー。キラーには効かないだろうけれども、一応獲得しておいて。やべ、あやばい、怖い。滑るのはやばいって。よしよし、やばいぞ。ここキラーがすごいなんかネズミみたいに見えてくる。よしよし、えはあなるほどね、そんなところにあったの。てかさ、これってこれ即死の予感しかしなくない？ここで、あ待って、あと1個、あと1個なの、無理。あってことで、ここでキノコ出てくるかな。いいね、キノコで大きくなっておく。でここを徐々に徐々に上がっていく。まあまあまあ、このブロックあっても登れるっていうのがいいね。このさ、キラー同士がほらキュインってめっちゃいい音、この音好きだな。さあアイテムが、そうだった、ファイアフラワーだった。いやいや、このまま上行きましょう。どんどん上がっていこう。キラーを無視していく。もうキラーの行方は考えずに行く。ういちょっと待って、あーしよ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 し、オッケー。これあ怖いよ怖いよ、今の高いジャンプはキラーでしたジャンプだよね多分ね。あ7個、あと1個、よしよしよし。お一アップラッキー。こっからのまたね、このコインを集めていけばね、綺麗に綺麗にゲットできないっていうね。あなんかでっけえのが出てきたな。いや待って、怖い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 、でかいキラーは落とせる。でかい割に軽い音がするんだよ。倒した時ほら軽い音がする。怖い、サメみたい、なんか怖いよ。よし、サメ嫌いだからさ、このでかいキラーにはちょっと拒否反応が出るのよね。よしこのまんま次行こう。早く中間地点行きたいな。よしいいよいいよ、次始めるときはここから始められるからね。いやなんかさ、いっぱい来てんな。ちょっとこの子、ああ嘘でしょ、やめてやめて、爆発に巻き込まれる、勘弁だよ。よしよしよし、綺麗だね、綺麗に、なんか線香花火みたい。チロ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 燃えてて、なるほどね。こいつねえ、今のはさ違うじゃん、視界からさ離れてるところでキノコ、ナイス、もう飛んでくるじゃん。ああちょっと待って、これはやばい、うえ危ねえ。こいつそうだね、こうやって落としてった方がいいのかもしれない。やだ、ああ反応遅れたわ、ちょっとやばい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 、勘弁勘弁勘弁、やっぱ大爆発を起こしちゃう。ちょっと待って、来るな来るな。よしちょっと落ち着いていこう。落ち着いていかないとやばそうだからね。落ち着いて、ちょ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 、あ落ちた、嘘嘘、えこれ大丈夫。まあ、とりあえずあれ落ちてくるの待つか。いやでもさ、ボム兵地獄なのよ、もうボム兵がめちゃめちゃいるから、あ最悪。はいとは言っても、まあ中間地点で止めてあるから大丈夫。今の乗り方やばい、超危なかったね。ちょっとヒヤヒヤした、痛い痛い痛い、やめてやめて、やばい、これ怖い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 、よしよしよし、そこなら大丈夫だろう。オッケー、徐々に上に参ります。よし外に落とした、いいえ、怖いんだよね本当に。あそこでキノコをゲットしたい、ここ確かキノコだったから。よしキノコゲットして、え待って、キノコ取りそびれ、それはつらい、いー来る、あどうしよう、ここさちょっと進めないようだったらまたカットするわ。次カットしてって感じしようかな。いやマジでここのボム兵地獄は本当の地獄って感じ。よしよし、いやいやこの調子でボム兵が乗ってくるのがね、さすがになんとも言えないよね。3匹はきつい、あ2匹になった、やべ3匹になった、やめて、勝手に落ちててくれるから、まあそれはそれでいいのかもしれないけれどもさ、やめて、よし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 、いやーちょっとでかくなれたのはでかいね。あ待って、また来るよ、この四角からのさ、四角からのボム兵がきついよね。
や乗らせないように、乗らせないように逃げりゃいい話か。よし、あ、嘘、頭の上からは、頭上からはさ、さすがに予測できないじゃんね。よし、上手くなってきてるよ、上手くなってきてるよ、ほら、あ、乗っちゃった。でもちょっと上手くなってる。これは、よしよし、いいね、この上がり方素敵だわ。で、こっからがまだ見ぬ世界かな。上行こう。あ、待って、これボス？この小ささで次のステージかな。いや、普通にルドビックいたわ。はは、普通にボス戦だったわ。しかも青い炎。え、どうした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 、ダイエットしてんのか。おーっと、炎。あー、しかも軽やかにジャンプするのね。軽やかに落ちてくると。なるほど、待って、死ぬってこれは。いやー、あの甲羅じゃないとって感じか。よし、2回目、あの甲羅でこの青いのが消えてくる、ううって感じ、消えてくれないんかい。坂根行くぞ。よっしゃー、ルドウィック、もうちょっと痩せなさい。お、どっか行ってる。あー、そこが君が最後の場所か。了解。じゃあここが白旗だったので、次テレサか。めっちゃ難しいんだよな、テレサのところ。ここにね、行きましょうか、とりあえず。いや、ヘルプミーは聞いてないのよ。あ、あいつがいるな、ちょっと。うわー、進むの怖くなってきた。行きましょう。撃てたよ、お化け屋敷。うわ、パンチングマシーンのやつがいる。シュって言ってた今。ボクシン。あー、なんかこんな感じだった気がすんな。そうだったかも。なんかあまりいいイメージないのよね、ここ、このパンチングマシーンにね。やめてくれ、君はイノシシかいってぐらいでさ、こっちに一直線に来るから、あまり好きじゃないんだけど。すっ、あぶねえ、お前この野郎、やってくれたな。やった、なんか、あ、やめて、まだ来る。うん、大丈夫、ここは。あー、なるほどね、お前も来るんかーい。あー、来るな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 。でも登ってこれないでしょ、残念だね。何かいいアイテムを、キノコか、ないんかーい。あ、ルーレットがある、いいアイテム、ルーレット。いき、じゃじゃー、いきアップかよ。待て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 、きついきついきつい、ちょっと待てよ、これはもう命がないのよ、命がないの。あれ、さっきの一気アップどこ行った。おいおい、一気アップどこ行ったよ。まさかの一気アップがなくなった。あーぶん、あー、もうやだ、ここどこに入れば。あー、外れかーい、どうしよう、これここじゃない、上か、上か、でっけーテレサ、あれ、ミスった。オッケー、さっきのここからね、戻ってまいりました。やったね、ファイヤーフラワーはでかい。これでまあ何回か当たっても平気でしょうっていう感じなんだけど、当たりたくはないけどね。怖い怖い怖い、ちゃんとコインが道を記してくれてる。こっち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 、セーフ。ここの真ん中行けばギリギリ当たらないからね。で、これ結局ね、どこだったんだろう、ここかな、外れ、外れか、ここの上、外れ、じゃあ右上か、テレサが守ってる的な。いてーよー、もう仕方ねーよ。オッケー、かわいい。え、このテレサは何かを隠してんのかな、何なんだろう。大丈夫、ここっていける、あ、いけるのか、あれ、もうゴールか。あ、カラス飛んでる、カラス紫色だけど、こっち何もない。なるほど、え、もうゴールっぽくない、違うのかな、ゴールっぽいけどゴールっぽくないみたいな。そんな、危ねえ危ねえ、カラスも死角だったんか。なるほどね、何もない、ここのハテナボックスは何もない疑惑。なんかさっきのでっかいテレサがいたのが何だったんだろうね。1アップ、コースクリア。オッケー、じゃあ次ここのね、なんか土管のところに行きます。お、いいね、え、なんかびっくりマーク、あー、そういうこと、これで操作すんのね、めっちゃ早いじゃん。本当にこのコントローラーをゆっくりやんないとやばいやつ。待って、ここの上入れる、よしよしよし。あれ、ハテナボックス、ここはもしかしたら
あれじゃない、あ、キノコ、そうだよね、一番ちっちゃいしね。あぶね、取り逃すところだったわ。ヘリコプターが出てくるかなって思ったけど確認できなかったね、私がちっちゃかったから。よし、あそこのどっか、あっと、うわ、ぶねー、あー、やべー、あー、なるほど、セーフセーフセーフ、怖い怖い怖い。で、ここ行って、ここここ行って、ギリギリ、あ、待って、今行くとね頭打っちゃうから、待って、危ない、あ、そう。はい、戻ってまいりました。ハテナボックスからのキノコで始まりです。よし、こっからだ。頑張るか。まあ、大体ね、どんな感じかっていうのは分かったので、あ、一発目でやるっていうのはね、それはね、まあしょうがないことですよ。よし、ここで、このね、キラーが出てくるタイミングがめっちゃむずい。ここ行って、よし。あ、そうそうそう、さっきね、ここで死んだんだっけ。よし、ここで、待って、怖い、アイテムボックス、はてな、はてな、キノコが出るかねえ。タイミングむずいよね。よし、これでこっち移動して、やばい、大砲撃ってくるんじゃねえの、危ねえ、3連発はやめとけ、危ないぞ本当に。で、こっちに移動する。あ、でかいのが来た、入れた、お、中間地点がある。ここはあんまり早く行きすぎるとやばい、あ、なるほど、何もない。ここで、このまま進んでいいのかな。あ、アイスフラワーがある、ありがたや。これこっちやってきて、このまま乗っていく、いいのかな。土管の中とかはいいのかな、入れない。ここはこうして、え、これ真ん中で止めるのめっちゃ難しそう。ほら、これ超難しそうだけど、ちょっと降りられない、ギリ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 、ここの土管に入んのか、違うな、こっち行くんか、了解。こうしてこうして、ちょっとね、今集中モード、よし、ちょっと操作ミスるとすぐ死にそう。めっちゃノコノコいるじゃん、ちょっと、しかもこいつら当てるの難しいっていうね。これでよしよし、これってさ、上に投げると多分こっち戻ってきちゃうから、そう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 、こんな感じでいいんだよね。よし、かわいい、この止まり方かわいい。いや、下のやつにも当たれよ。 OK、 ここ上がっていく。あれ、ゴールな感じしてたけどゴールじゃないのかな、なんかゴールっぽいけど、上に赤い輪っかがあるってことは違うか。こっちに渡って、このノコノコに当てる、よし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 、いいねいいね、ちょっとずつちょっとずつ進もう。で、こいつに当てて、いやいや、で、ここのハテナボックス何もない。200点入ってました、200点、200コインかな。じゃ、ここのやつを当てる。これ上いけんのかな、あ、待って待って、ノコノコ凍らして上の土管入るとこだったのかな、ちょっとやらかしちゃった感じか。まあ、いっか、まずちょっと先に進みましょう。あ、待って、やだ、いやー、やだやだ、あー、怖い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 、あー、怖い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 、あー、怖い、あの、あれ怖い怖い、やめて、あー、当たってしまった、うるさい実況になってしまう今日も。もううるさいか、すでに、うるさい実況か、それはもうしょうがない。待って、だってこんなにキラーがいるとさ、ということで、キラーのところからこんにちはでございます。ここまで戻ってきたよ、やばい、怖い怖い。で、キラーのところのゴールしてさ、どうなるのかっていうね感じかな。そう、あそこね、甲羅がはまってて怖かったから、今はちょっと投げないという選択を取った。あ、めで、あー、怖い怖い、やめろやめろ、さっき進めねえんだ。ねえねえねえ、マジでさ、あの、大砲を出すの早すぎる、あ、待って、入れない、やっ、飛んできすぎだろ、さすがにタイミングをつかましてくれよ。入れる、よしよしよし、いいね、これはもうここを使って一キャップってことか。おいっち、あー、4000点、コースクリア。よし、次このちっちゃいところ。お、あ、かわいい雲、え、ちょっと待て、ちょっと待て、なんかちっちゃいクリボーがついてる、こいつのこの吐息に乗せてクリボーがいたのかな、なんなんだろう。でもこの子がいると見えないからね、可愛かったけど倒すよ。
よし、ちょっとね止まってたんですけれども、パソコンのね画面がなんか若干変だったから一旦止めてやってました。ちょっとマリオも止まってたと思います。よし、続きから。あ、羽が生えてるクリボーだ、可愛くね。ここやった、私の好きなヘリコプター。これがあれば、これがあればですよ。ほら、あそこのジャンプしなくても済むね。このモクモク雲さんなんだろうね、かわいい。あ、やべ、またちっこいのがいる。あ、ファイヤーフラワーは、あー、どうしようかな、もらっていくか。こっちでさ敵倒した方が効率的かなね、空飛んでいくよりも。ほら、ちっちゃいクリボー出してきてやがる。あいつか、やっぱり出すの。あ、待って、いや、やっぱりこれヘリコプターの方が雲なくなるのかな。見えない見えない、全然見えない全然見えなさすぎるんだわ。もうこれはしょうがない、諦めよう。よし、ファイヤーフラワーでこの子たち、よし、やっていく。この子も可愛いんだよな、なんか稀に見る可愛い敵なんだよな。で、そろそろヘリコプターじゃない、なるほど。じゃあ、あれはなんか当たった時用に残して、え、これどうやって取るの、取れなくね、これ無理じゃない。まあコイン回収はまあ後々ねやるとして、めっちゃ見にくいからさ、その吐息やめてもらっていい。あ、なるほど、ここが出んのか。あー、でも早く上がんないと崩れちゃうってやつね。了解。え、どこ、あ、嘘。はーい、途中のセーブ地点からやっていきます。あー、もう本当にまたこっからかって思うけれども、結構ね楽しいこのステージ。このね雲がねいい感じにストレスを緩和してくれている。で、さっきみたいにね、これ P マークを押すと足が出てくるんだけれども、このねこのブロックを覚えとかなければいけないという感じだね。ちょっと待って、よし、これで同じ失敗はできない。 OK、 なくなるんだろどうせ。ほらからの、おい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 、かわいいのよこの音も、かわいい癒しだ。へへへ、いいねいいね。ここの上とか、あ、一気アップ、ラッキー。で、こいつを邪魔。あ、そうやってのこの子を見えなくして、ラッキー、抜け穴発見。で、ここって上上がれんのかな、上がれるわ、やった。これこのまんまボヨーンって、あれボヨーンってやって、あれ、あ、嘘、え、マジで動揺がひどかった動揺しすぎたわ。ここの場面だけコースクリア。 OK、 じゃあ次最後かな、ここに行きたいと思います。早いね。おーっと、空の上だ。うわ、出た出たよこいつ、マジかよ。いや、これね本当に怖いのよ。え、っていうかさ、7の砦ってことはさ、中間地点ぐらいまでには来てるのかな。お、アイスフラワー、いや怖い、この振動が怖いし、めっちゃ取りにくいしみたいな。 OK、 で、これが行ってから行きます。急げ、急がないと潰され、怖い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 よ。いや、どのタイミングで行っていいのか全くわからない。ここか、このタイミングか、待って、よし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 、で、これ次開いたら行く、その方が多分良さげ。え、え、なにこのカロン、え、なにこのカロン、え、凍らないカロンとかいいの、でかいと凍らないとかあんの。とりあえずこれが上がったら急いで行く。よっしゃ、中間地点も早い、いいよいいよ。で、ここで何のアイテムが出るかにかかっている。よし、アイスフラワー、でっかいカロンを凍らせられない、お、危ね、フラワーですね。あ、なんかいるし、ハンマーブロス、あ、ブロスじゃねえな、だってブロスこんなに太ってなくない。え、これハンマーブロスかな。ちょっと今の神回避というか、どうしたドスコイ、お前の名前はドスコイでいいわ。ちょっとこう、おい、潰しといた方が良さそうだね。で、この金棒が下がったら次飛ぶよ。よし、待って、この、え、あ、ちょっと待って、あ、怖い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 よ、普通にやられるかと思った。なんかコインが落ちてきた。あ、分かった、このコインに欲がくら、欲に目がくらんでとか。え、すごい可愛いこのちっこい金棒だけど、めっちゃ怖い、やばいやばい、いい、潰しにかかってるじゃん。あそこはしゃがむべきなのね、なるほど、でも行っちゃうからね。よしよしよし、やべ、金棒地獄、ここ金棒地獄、しゃがめば OK。 おーし、
いや今のサムネでしょさすがに。金棒地獄どこにいるかわかる。あ、喋ってたらやられたわ。あ、待って、怖い、行っちゃいたい、進みたい。よし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 、あ、やめてたよ。あれ、お前が守ってるそこの門って、おいおいおい、ちっちゃくなっちゃったじゃんかよ。はい、来ました、ボスです。ちっちゃくなったのにボスです。きつい、誰だ。あー、ルドウィック。ルドウィックにはね、毎回1回で勝ててるから、今回ももしかしたら1回で勝てる可能性がなくはない。よし、カメックに魔法をかけてもらって、よし、頑張るか。いやー、なんか嫌な感じ。これ上下に、あー、やっぱり上下に変わるってやつか。なるほどね、どこに来んの。あ、そうそうそう、この子さめっちゃ重そうなのに、あ、待って、え、待って、これさ、あ、ちょっと待って、落ちる。あー、はい、魔法をかけてもらいました。ということで、ここからまたね実況しましょう。いやー、最初のところからねやり直さなきゃいけなかったのきつかった。最初っていうか中間地点のところから。とりあえずルドヴィックが、いいよねいいよね。ここでまた4つ投げてくるけど、ここでさーからのこっち来て、いいねいいね。で、あの子さ、何なんだろうね、すごいふわふわ落ちてくんだけど。で、ここで、あっ、しゃしゃしゃし、いいよいいよ、これまたルドヴィックくん簡単じゃないですか。あ、ちょ待って、落ちてくるじゃん。あ、違うところから落ちてくるなんてことあんの。なるへそー、なる。お前さ、攻撃頻度高くなってねえか、おい。よし、勝ち。やった。お、なんか今までと違う感じ、上にスクロールしてくみたいな。ちょっと取れない。よしよしよし、いいね、鍵と同じサイズだわ。おお、ここも白旗立ったけどどっか行ったな。来ちゃった、ついにワールド8に来てしまった。前回だっけ、前々回の動画でさ、この8の位置やったんですけれども、見事にうまくいかず、いやでもね、途中までのところは容量をつかんでる、怖っ、容量をつかんでるからちょっと怖いな、進むの怖いな。ついにワールド8来ちゃってるからね、ここはなんとしてでも頑張りたいなと。で、ここちょっとワールド8今までにない緊張感がすごい。てか、あの隕石さ落ちてグラグラしてるけどさ、隕石落ちて大丈夫なんだったら全然マリオが乗っても大丈夫なはずだろうよ。こいつを、よし、あ、やばい、大丈夫かな、怖い怖い怖い。ねえ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 、ファイヤーフラワー、違う違う違う、ファイヤーボール効かなかったよね、この甲冑の子には。やばい、毒斬り、あ、嘘、せっかく生きるチャンスをもらったってのに、やべ、毒斬り来てる、毒斬り来てる、急げ急げ、やべ、怖い。あー、ここで一息休憩入れよう。で、こっち、さっきの金棒をサムネにしたかったけど、このわ、あ、噴火しやがった。あー、うそ、このワールド8をさサムネにしたい気持ちもあんだよね、ついにワールド8っつって。やばい怖い。あー、やった、中間地点、これで死んでも大丈夫。こっからやり直せるのはでかい。ちょっと待って、これ噴火するっしょ。やべ、でっけえ隕石も落ちてきてる。いや怖いねー、怖っ。ここが収まってから行く。え、大丈夫、収まる。意外と噴火の時間長くない。よしよしよし、あ、やばい、またなんか噴火してたな。あ、隕石、隕石、あっと、危ない危ない危ない、危なかった今、ほんとに死を覚悟した。イリチョンセーフってああいうやつで、ここにパウがあるな。パウ何のために使うんだろう。あ、コインがめっちゃあるから的な。あ、あ、待って待って、消える前に、あ、待って、ちょっと待って、よし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 、隕石でこれブロック壊れていっちゃうからさ怖い。また毒斬り来てる。オッケー、ここで、あ、まあ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 、まあ、死ぬよりマシ、死ぬよりマシ。危ない、このマグマとマグマの間でさ、だって待つんでしょ、めっちゃきつくない、いける、よし。で、ここは多分ずっと乗ってたら沈んじゃうのかな。あ、待って、怖い怖い怖い、よし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 、いける。この上って入れんのかな、入れない、はい、入れない系。あ、でもこうやってやって、よしよしよし、あー、すごい、
やっぱり壊してってくれてるわ。いいね。あ、待って、これいける？あ、死んじゃうんじゃない？大丈夫かな、大丈夫、いける、まだいける、ギリギリいける。何ここ、なんだよ、コインだけかよ。よし、あ、しかもさ、土管の入り口もちょっと焦げてるんだ。すごい凝ってるね。ほら焦げてる。まあそうそう、それはいいか。ちょっとタイムがねあるんでね。あ、これ上乗れる？きつくない？あ、大丈夫だった。あー、なるほど、上から行ってって感じか。コースクリア。よし、道が出ましたね。じゃあ 8-2 とりあえずやっとくか。いや怖いな。はい、また隕石ですよ。また隕石がどん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 落ちてくるこの中で、私は戦ってゴールを目指さないといけないというね。歯車逆に回ってますけど大丈夫ですか？ちょっと、あ、やっぱり焦げてる。あ、怖い怖い怖い。うわ、4つ一気に壊すレベルなんだあれ。はい、ハテナボックス何かないんかい。いいアイテムくれると、お、お、音楽が不思議な感じになってる。ちょっとスローペースで半音下がってるような感じの不思議な感じ。あ、でも心地いいよ、なんかすげえ心地いいよ。あ、待って、それは早い。あ、ね、マジで、うん、ダメよいきなり速くなったらダメだって。なんか分裂しやがるこのキノコ、名前忘れた。これ危ねえ。いや怖い、いやいや、登ってくんな、登ってくんなよ本当に。やべ、でっけえのも来た。あれぶっ壊すとかじゃない？うわ、ハテナ壊された。え、そういう意地悪ありきな感じ今回は。ちょっとじゃあ上に逃げつつのだな。よし、1個目。怖いな、どっから出てきてんだよ。よし、中間地点セーフセーフ。やめて、あ、めっちゃコイン出てきてた今。なるほどね、なるほどね、ちょっと間違えると下に落ちるよ的なね。よしよし、ここでゲットして何がもらえるのかな。うん、楽しみだ。あ、スターがある。あ、待って、無敵タイムになりたいの。あ、上に、上にアイスもあったけど、そう、あ、キノコもある、キノコも欲しいな。あー、もうしょうがねえ、ここは上がるしかねえな。まあ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 、これ無敵タイムで多分一気にポーンって行けばよかったんじゃないって思うんだけど、さすがにそういうさ、なでかいの来やがった。あー、あのでかいの、このブロックぶっ壊すかね。でもその代わりちっこいのも壊してくれたわ。はい、戻ってまいりました、表の面でございます。あー、すげえ怖え、ここは大丈夫なの、安心していいのって思う。あ、なるほどね。あー、これを使って上に上がって、で上がれねえじゃねえかって感じなんだ。まあいいや、ゴールしちゃいます。コースクリア。よし、では次8-3行きましょう。おー、波打ってるね、溶岩が。マグマが波打つって相当だぞしかもこれアイテム燃える系のやつ、そしたら安易に落とせないってやつじゃない。ファイヤーファイヤーファイヤー、セーフセーフセーフ。よし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 、ギリギリぶつからない程度に進んでいかなきゃいけないっていうのはマジで怖い。あ、落ちるんかい。あ、なるほどね、こうやって落ちる、ギリギリの駆け引きをた、あー、はい、ここのステージはね、ギリギリの駆け引きを楽しむというステージっぽいので、私のね、私なりにギリギリの駆け引きをしていこうかなって思ったけれども、キノコが燃やされた。もうやばいね、ここめちゃめちゃ鬼畜、本当にステージ8やべえわ。危ねえ、これ落ちるっていうのがさ、またさ難易度上げてんのよね、マジで。こいつら、あっち上げたい、あっ、あっ、よし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 、邪魔者がいるのね、マジで進みにくいから。こっちこっち、怖い怖い怖い。いや、これちっちゃいマリオだからさ、沈みが遅いとかあるんじゃないの。でっかいマリオだったら絶対やべえじゃん。取れる、オッケーオッケー。いや待てよ待てよって、そんな波打つのやめろって、やめろ。怖怖怖怖怖、あぶねー、おー、たまんねーなこのスリルたまんねーなっつって、でここの下も取りに行きたいけど、多分取りに行ったらやられるやつでしょってことで、まあ今じゃないね、今はとりあえずこれやりたいから、こっちをクリアしちゃいたいから。何、あー、燃えたー、通れないんかい。
よし、あ、出てきた。なんか顔面変なやつ出てきた。なんだっけ、なんかいたよねこいつ。なんだっけ、気持ち悪いやつ。よし、ちょっと取りたいな。オッケー、3個目だけが取れた。でもこの1個がね、だいぶでかかったりするんですよね。なので、あ、待って、あっと、死ぬ。うわ、くいっ、わー、はーい、中間地点からでございます。あー、ここはね、マジでスリルとともに振動が襲ってくるわ。あとね、本当にこれをクリアできるのかっていうプレッシャーね。まあ、ここまでね、ちょこちょこと細々と続けてきたこのスーパーマリオブラザーズ Wii の実況なんですけれども、まあワールド8だからね、もうすぐ終わりが見えてるんじゃないかなっていう、わかんない、ワールド9が出てきたらそれもやるから、まあちょこちょことね、ちょこちょことこのメダル集めもしつつ、次をね、お、いいねいいね、次を見据えながら動かなきゃいけないって思っております。あー、怖いよ、来るな。あー、かわいい、溶ける。あー、いいねいいね、敵もろとも燃やしてくれるマグマいいですね。あ、でもさ、よく見てよ、いっと、裏とかもさ、よく見るとマグマ燃えてんだよ。え、ウケるこいつ。飛ばなくなるんかい。あ、さっきのところか。いや、こーわ、からのここからのだよ。一旦戻って高いところから下に降りる。おい、あ、やべえ、やべえぞ、進めねえ。よし、進める。待って、いや、お前邪魔すんなって、マジで邪魔すんなって、本当に。ここだよ、ラスト、ここ。ウェイ、オッケー、これラストかな。いい感じに、これで終わり、これで終わりかしら。いいね、終わりだ。はい、1アップ、コースクリア。おー、橋が伸びてる。あ、カメックがいる。あ、そっか、カメックがここのステージの番長だ、いて、ちょっとこの子はカットしますね。はーい、蜂の砦にやってまいりました。なんかめちゃめちゃ長い柱、炎の柱みたいな、なんか柱じゃねえのか、これは何なんだ、火車、なんかもう言葉がわからん、結構ね疲れてきた脳みそが。ってことで、とりあえずここをやり終えたら一旦収録は終わりにしようかな。で、ちょこっとこの ルビーじゃねえや、ゴールド集めして、メダルか。メダル集めをしてからにしようかな。かれこれね、約1時間収録しております。まあ、これ死んだらもうしょうがない、ちょっと休み入れるかね。で、この1時間やってるのをカットして動画にしているという感じなんですけれども、もうちょっとで、あ、怖い、こいつ危ねえんじゃねえか、危ねえ。でも私の命はまだ3個あるから、3個ってほらでっかいでしょ、これをちっちゃくしてからみたいな。タイミングゲー、あ、やべえ、ちっちゃくなっちまう。次当たったらちっちゃくなっちまう。そこのハテナは何が入ってる。お、いいね、これでまた大きくなった。よしよし、なるほどね、こっちで行くのが正解とかなのかな。ねえ、消えてくれないんかい。ここ登って足が出る、オッケー、進めたからの次はここか。足場が出てきたらここの上乗って、タイミングゲーにも程がある、すごい。で、そしたらこれあっちに移動する。あ、なんなくいけそうじゃない、これ結構スムーズにいけて、ここをクリアして終われそうな予感もするかな。とりあえずこの子が下に向かったら行く。よしよしよし、安全第一で進んでこう。なんかさ、マグマのステージがやっぱりすっげー緊張感があるから、ここだと、なんか今までやってきた、ついぶねー、やってきたところのさ、総集編みたいな、そんな感じかな。喋りすぎて喉が痛い。待って、おいし、喉が渇いた。この炎のステージだけにね、熱いね。あ、めだ、潰される。怖すぎ。ここさ、潰されたら1回で終わりだっけ。とりあえずここ乗っとける。どうなる、ギリギリ、あ、ゴー、オッケーオッケー、なるほどね、落とされるとかない、これ大丈夫だった。
ではそこの上に乗っちゃって、やった、中間地点だ。セーフセーフ、いい感じに来れてる。取りたい、オッケー。2つ目も探しに行かなきゃいけないね。で、ここの上で何のアイテム？コインだけ。そのまま上に行こう。やべ、待て、怖い、長い、こいつ長いわ、こいつ長い、ちょっと長いのは危ないから。あ、嘘じゃん。ちょっと待って、ここで何かいいアイテム出ないんかい。出るかと思って期待してるじゃんね。だからハテナボックス残してんのに。そういう甘えは一切許さないよ的な。お、一気アップ。あ、落ちてった。落ちてっちゃったじゃん。もう落ちてったら意味がないのよ、一気アップ。よし、気をつけて上がってこう。で、まあ、結構ね、距離取っといた方がいいかもしれない。で、早く出てこい。よし、ハテナ、いい、コインかよ。行きますか、とりあえず。カメック、初めてのカメックでございますって思ったけど、ここはーい。よ、いいね、いいね、いいね。行きますか、カメックに。はい。おー、ブロックがいっぱい。え、カメックさ、なんか魔法振りかけてるけど君がボスだよね。ずるくない？魔法使える上にさ、このステージ、え、消えるんかい。カメックのステージってかこんなんだったっけ。え、かわいい。魔法使った後さ、硬直してたけどかわいくない？ほら、硬直してる。あ、落ちた。まあ、結構ね、今回進んだんですけれども、時間的に長いのでここで終わりにしておこうかな。次回ね、また早めに出せたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。